どうもアヌビスです。今回の動画は長い間ずっと行きたかった人気の木軸ペンブランドウッドペンクラフトの実店舗へ先日ようやく行くことができたので、その時の様子をせっかくなのでいつもと違う編集でお届けしようと思います。ぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。このチャンネルを長くご覧いただいている視聴者さんならご存知かと思いますが、僕はウッドペンクラフトが一番好きな木軸ペンブランドでして、ブランド立ち上げからずっと注目していました。ベースでは初回販売分からペンを購入し YouTube でレビューしているのですが、そのペンのクオリティの高さに魅了されて、それ以来ファンとなって継続して購入させていただいてます。ただ店舗ができてからいつかは行きたいなと思っていたのですが、難病を抱える妻との闘病生活だったり、臓器移植を乗り越え、コロナ禍もあり、感染症を予防するため外にも出ず人と接することでさえ避けてこの数年間生活してきて、いろんなことが落ち着いてきた今、このタイミングでようやく行くことができました。念願のウッドペンクラフトです。2023年の9月某日、朝5時に起きて車でいざ大阪へ。走り慣れてない土地での片道4時間の雨の中の運転はなかなか疲れましたが、それよりもワクワクの方が勝っていましたね。店舗は皆さんがよく SNS で入り口の写真を上げてくださっていたのですぐに分かりました。中に入ると1階の工房では職人さんがかっこいいデスクを作ってらっしゃいました。2階は木材販売コーナー、そしていざ3階の店舗へ。そこには僕にとって夢のような世界が広がっていました。木の甘い香りが広がる最高の空間、木のきしむ音、木の上を歩く足音でさえも心地いい温かみあふれる店舗、皆さんが夜な夜な集う場所というのがよくわかります。常連の方々からは親しみを込めて魔王と呼ばれているウッドベンクラフトの下村さんとも初対面。下村さんは冒頭でも少し売れましたが、妻の病気に配慮してくださり、普段店舗をやってない時間帯に貸し切り状態で店を開けてくださいました。魔法なんてとんでもない。下村さん、その説はご配慮くださり本当にありがとうございます。店内にはたくさんの木軸ペンが並んでいて、オーダー用の選べる樹脂が約350種類ほど並んでいました。これは何時間でも迷ってしまいますよね。こうやって一つ一つの樹脂に解説がついていて、まるで木の博物館。じっくり読むだけで時間が溶けていきます。人気のレジンペン、彩りも並んでいました。いやー、どれも美しいですね。先日銀座の画廊にて発売された日本一の漆職人とのコラボ作品、田江高蒔絵の七宝も見せていただきました。この技術は半端ないですね。まるで金属が象眼されているかのような立体感と美しさ、素人目で見てもこの蒔絵のレベルの高さがよくわかります。ここで何やら悪魔のささやきが聞こえてきましたよ。買ってくれる言ってましたよ、小遣いで。こちらはこれから発売される職人の技術がぎっしり詰まったボールペン、タエです。どの樹脂もかっこいいですね。これ動画ではうまく撮れてないのですが、金桑の輝きです。肉眼で見るとさらにとても美しかったですね。その後撮影を続けていると、また下村さんのささやきが。全部揃える気はないですか？これ全部揃ったらテーブルプレゼントします。テーブル買った方が早いです。350種類ぐらいになった時にはもう450種類ぐらいになってる。どんどん増やしていくから。やはり彼は魔王でしたね。あ、この動画を見て思い出しましたが、このどんぐりも買って帰ろうと思ってたのにすっかり忘れてしまってました。あ、欲しい、欲しすぎる。いろいろじっくり見てたらデスクも取り忘れてたし、下村さんにもインタビューするつもりだったのに、買って帰るペンを何にするのか悩んでいたら時間がなくなってしまって、今回はそれも実現できませんでした。でもね、しっかりとペンの制作体験はさせていただきました。妻にはしっかりと教えてくださっていましたが、僕は放置プレイされたので思う存分好きなように削りました。
楽しすぎて時間を忘れ、妻と交代で夢中になって削っていました。磨きや塗装、仕上げまでの工程も体験して完成したのがこちらです。樹種は下村さんが選んでくださった大島桜。僕は太軸が好きなので全体的に太めで仕上げ、グリップは14ミリほどに仕上げています。初めてとは思えないとお褒めの言葉もいただき大満足です。桜らしい美しい木が出てますね。クリップ&リングはアンティーク銅を選びました。で、こちらがウッドベンクラフトで以前購入したソメイヨシノです。比較するとこんな感じ。軸の太さはこのくらい違います。僕が作ったペンは丸っこくていい味出てますよね。購入したソメイヨシノは大好きな樹脂なのでいつも愛用しているのですが、自分で自分好みに作ったペンは他のどのペンよりも愛着が湧いてずっと手にしていたくなります。もちろん書き心地は最高。皆さんもぜひウッドベンクラフトへ行かれる際はペンの体験を予約してから行ってくださいね。最高に楽しいですよ。で、最後に1時間ほど悩んでペンを1本だけ購入して帰りました。彩りも欲しかったし、どれもこれも欲しすぎて本当に決めかねたのですが、ちょうどその日店頭に並んだばかりという樹脂を選びました。過去にはベースや店頭で販売された樹脂なのですが、こちらはまた別の動画でご紹介できればと思います。今回はいつもと違った編集で動画をお届けいたしましたが、いかがでしたでしょうか。本当に楽しすぎて時間が経つのはあっという間でした。まだまだやり残したことが山積みなので、またゆっくりと遊びに行かせていただきます。下村さん、イベントの準備中お忙しい中押しかけてしまってすみません。本当に夢のようなひとときでした。最高の時間をありがとうございました。それでは今回は以上となります。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。